こんにちは、和食料理人アキスキッチンへようこそ。このチャンネルでは家族との幸せな食卓の時間を過ごしてもらうために役立つ料理情報を発信しています。今回は白菜の旨煮を作ります。食材は概要欄に書いてあるのでそちらをご覧になってください。それでは白菜を切っていきます。一気に切るとちょっと大変なので一枚一枚丁寧に切っていきます。白菜の芯の繊維を断ち切るように包丁を切り入れていきます。このくらい斜めにしながら切ってあげましょう。で、この葉っぱの部分は大体の大きさで包丁してください。あまりにもこうやって大きなサイズだったら半分でカットしてあげて、その後に先ほどと同じように斜めに切っていきます。はい、これで白菜の下処理は完了です。それでは仕上げていこうと思います。火加減強火でフライパンに油を敷きます。で、豚バラ肉を加えていきます。こう一枚一枚こうやって外しながら加えていきましょう。火加減強火で炒めていきましょう。塩コショウで軽く下味をつけます。豚肉が炒まってきたので白菜を加えます。火加減を中火にして調味料を加えていきます。鶏ガラスープの素小さじ1、おろし生姜が小さじ1、酒が大さじ1、みりんが大さじ2、醤油が大さじ2で少し混ぜて切って、こんな感じで蓋をして中火で5分間煮詰めていきます。5分経ったので開けたいと思います。うん、いい感じ。もう軽く混ぜてあげて、これでもう一回蓋をしてさらに5分間煮込んでいきます。はい、これで完成です。これで白菜の旨煮の完成です。いかがだったでしょうか。この料理以外にも僕はいろんな料理を作っているので、そちらの動画もぜひ一緒に見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。